西村直春2月1日から1997年10月15日は、日本の郵政官僚、政治家。参議院議員。国務大臣総理府総務長官兼沖縄開発庁、長官。鳥取県東博郡大英町出身。第六高等学校を経て、1936年、東京帝国大学法学部政治学科を卒業。同年10月。 高等試験行成果試験に合格指定新賞に入賞。中野郵便局属。戦後は、郵政省に移り簡易保健局長、郵務局長などを経て、1962年、郵政事務次官に就任した。1964年に退官。1965年7月、第7回参議院議員通常選挙の全国区に、自由民主党から出馬し初当選。 その後、第9回、第11回参議院議員通常選挙でも再選された。この間、特定郵便局関係者の支援を受けており、第9回の選挙では関係者13人が逮捕されている。1983年6月の第13回参議院議員通常選挙では、鳥取県選挙区に転じて再選され連続4期、務めたが、 1989年7月の第15回参議院議員通常選挙では落選し、政界を引退。自民党では佐藤栄作、田中角栄、竹下登派に所属した。参議院議員としては内閣委員長、予算委員長、沖縄北方特別委員長、自由民主党政務調査会副会長、自民党参議院議員副会長などを務める。また、 1976年9月、三木内閣の総理府総務長官兼、沖縄開発庁長官に就任した。その他、全国特定郵便局長解雇門などを務めた。1997年10月15日死去。去年86。住所は、鳥取県倉吉市、山根、東京都目黒区役も3丁目。ありがとうございます。